沖縄テレビの大鶴です。お願いします。よろしくお願いします。まずはお帰りなさい。はい、ただいま。地元でキャンプを迎えられるっていうのはどういったお気持ちですか？やっぱ地元でできる、慣れ親しんだ、環境でできるっていうのは、他の選手よりも、アドバンテージだと思って、去年もやりましたし、今年もやって、いい体作りができればなと思ってます。キャンプ初日はいかがでしたか？まあ、移動の疲れもありますけど、昨日までしっかり岡山でやってきたので、まあ、伝えることであったり、進化に言うと、はい、いい距離感になってきてるのかなと思います。昨シーズンをちょっと振り返ってもらいたいんですけれども、新天地で臨んだシーズンというのはいかがでしたか？まあ、僕なりにはまあ1年目の J2 よりは結果出せましたけど、チームに貢献という部分では全然できなかったので、そこに責任を感じているので、今年こそは本当優勝のことしか僕は考えてないですし、それがみんな優勝のことしか考えてないってなれば優勝できると思うので、浸透させれればなと思います。具体的に見つかった課題っていうのはどんなところですか？まあ、もっともっと、我慢強い守備であったり、攻撃のアイデアをもっともっと出していけば、失点も減らせますし、得点も増やせると思うので、そこは本当突き詰めてやりたいと思います。やはりチームとしては一つ得点力っていう部分が、まあ、大きく今年期待されているところですか？そうですね、やっぱ去年少なかったと思うので、僕自身ももっともっと点取れるシーンであったり、そういうところを決めれば、もっと貢献できたと思うので、そこはもっと一歩一歩シュートこだわっていきたいと思います。FC琉球にいた時より岡山に行ってパワーアップできた部分とかってありますか？やっぱボールの持ち方であったり、そこは本当に自信持ってやれるようになりましたし、左足のシュートっていうのはもっと武器にはなったので、はい、今年もいいシュート打ちたいと思います。同じ県勢の上城選手と同じ左サイドでやってると思うんですけど、2人で岡山行ってどうでしたか？いいシーズン遅れましたし、まあ、でもそれでも結果が全ての世界なんで、去年の2倍3倍以上、左サイドはすごい活性化させて、得点も多いサイドにしたいなと思います。まだ FC 琉球では今度赤嶺選手が移籍して、今度は別のチーム同士と対戦することになると思うんですけど、それに向けてはいかがですか？はい、本当脅威な選手が地元のチームに帰ったっていうのは、はい、嫌ですけど、まあ、それでも沖縄が盛り上がるでしたらとてもいいことだと思いますし、僕も佐藤も、沖縄が盛り上がるために、いい結果でいい報告ができればなとは思っています。最後に改めて今シーズンの意気込みを教えてください。優勝目指して、僕は僕の仕事、そしてチームに貢献できるよう、精一杯頑張ります。ありがとうございます。代表長です。あと他の部分でお願いします。シーズンを通して例えば試合中だとか、ね、こう成長するために岡山に移籍されたと思うんですけど、何かこう成長を感じた部分、場面だとかそういったものがあったりしますか？まあ、やっぱ沖縄にいると、親族も近くにいて、そこに頼りがちな部分がありましたけど、岡山に行くことによって、家族の力でやっていかないといけない部分というのもありましたし、コロナでもやっぱ家族の力が大事でしたし、その中でも自分でも、メンタルの部分では保つようにしましたし、それは本当 J1 昇格っていう目標があったから、保つたと思うので、今年はそれを達成するためにもっともっと、はい、強い男でいないといけないかなと思います。その苦しいっていうのはやっぱりコロナによって何かそういった影響が、過密日程でもありましたし、過密日程もありましたし、それによってコンディションの整え方っていうのはやっぱり難しくなりましたし、はい、そうですね、そこが大変というか、そういった場面で家族の、に支えられるっていうのを感じたんですか？はい、そうですね、感じましたし、地元に行ったらもっともっと甘やかされたのかなっていう、コロナの状況でも甘えれた部分が多分あったと思います。そこは、まあ、3人家族のそこは力を合わせて、またチームとも力を合わせてできたのが良かったのかなと思います。36試合で、まあ、チームに左サイドバックで定着されてますけれども、何かこう手応えというか自信みたいなものが掴みましたか？はい、もう
ボールの置く位置であったり、そういうのは試合を通してできましたし、それがチームのいいボール回しだったり、そういうところにつながりましたし、最後の部分でも、クロスっていうところも、まあ、6アシストしかできなかったですけど、少しは、はい、貢献できましたし、質が上がったなと思います。2ゴール6アシストで、まあ、さらなるこう具体的な目標ってあったりしますか？まあ、数字的には、10ゴール、あ、10アシスト、3ゴールは最低したいと思いますし、その延長線上に優勝、J1 昇格っていうのがあると思うので、はい、そこの数字はこだわっていきたいと思います。わかりました。わかりなさい。地元のキャンプ向かいましたけど、改めて今の気持ちってどうですか？やっぱり地元でこうやって移籍してもキャンプできるっていうのはすごい幸せなことだなって感じてますね。やっぱり暖かいですか？そうですね、やっぱり全然違うんで、まあ、体の調子もそうですし、まあ、ここでやれればもっともっと調子を上げれるのかなと思います。岡山2年目のキャンプ初日の練習はどうでしたか？まあ、まだ移籍した選手も含めてなかなかコミュニケーション取れてないので、まあ、ここから徐々にコミュニケーション取っていければいいかなと思います。今シーズンのキャンプの何か目標とかありますか？去年はやっぱり入ってきた側ですごいなかなか皆さんとコミュニケーション取れなかったので、まあ、今年は2年目なので、まあ、入ってきた選手と積極的にコミュニケーション取りながら試合でどうやっていくのかっていうのをすごい話していきたいなと思います。1年目のシーズンをちょっと振り返ってもらいたいんですけれども、全試合出場という、まあ、あのご自身の結果なんですけど、どうでしたか、あのシーズンというのは？まあ、やっぱり上日日程の中で、まあ、42試合出れたのはすごい自分の中ではポジティブなことですし、まあ、何より怪我がなかったっていうのはすごい一番良かったのかなって思いますけど、まあ、やっぱりでも琉球時代と比べては2桁取れてないので、まあ、そこに関しては全然満足してないですし、まあ、今年こそはまた2桁取ってチームの J1 昇格に力になれればいいかなって思います。じゃあチームトップの7得点っていうのはまだご自身の中では？そうですね、全然満足できてないですし、まあ、これがチームトップだとまだまだやっぱり厳しいので、ね、2桁以上はしっかり取れるように準備したいなと思います。得点力を高めるためにこのキャンプでどういったところを意識して強化しようかなとかありますか？まあ、やっぱり前線のコミュニケーションはすごい必要になりますし、コンビネーションもそうですし、まあ、よりいい距離感でできるかが鍵となりますし、去年はやっぱり一人一人距離が遠かったので、まあ、そこからコンビネーションがなかなか出なかったので、まあ、そういう距離感というのはすごいこのキャンプで作っていくべきところかなと思います。改めて上条選手はずっと沖縄で生活されて、去年こう岡山に行かれましたけど、どんな思いで岡山に挑戦してきたんですか？まあ、やっぱり悩みに悩んで決めた決断ですし、まあ、自分がより成長するために選んだ道なので、まあ、やっぱり1年目っていうのはすごいチームの戦術にもなれるのも苦労しましたし、まあ、でもやっぱり移籍して分かることはすごいあったので、本当に、まあ、この決断は間違ってなかったのかなって思います。はい、移籍して成長できた部分とかありますか？まあ、琉球はやっぱり攻撃的なチームだったので、そこからやっぱり守備的なチームに行って守備の面をすごい勉強しましたし、監督にもすごい怒られた場面もありましたし、まあ、攻撃力も含めて守備面に関してはすごい上がったのかなって思います。あと今シーズン背番号が変わりましたよね。はい、まあ、琉球時代に14点取った時の背番号なのですごい愛着がありますし、まあ、僕個人的にも好きな番号なので、まあ、それが空いたので選ばせていただきました。今シーズン何か得点アシストなどを目標としている数字あれば教えてください。まずは2桁ゴールは絶対、背番号以上のゴールは取りたいですし、まあ、アシストラインも去年よりは増やしたいですし、まあ、まずは14ゴール以上というのはすごい取りたいなと思います。今シーズンのチームとしての目標を教えてください。チームとしてはやっぱり